はい、それでは今日はバラを作ってみたいと思います。材料ですね、練り切りで赤と緑、これだけですね。重さは2、4、6、8、10、12、まあ緑は葉っぱを後で抜くんで適量です。では作っていきたいと思います。まずですね、布巾、今日とっても簡単なんですよね。これをですね、ちょっと潰して布巾をかけて、手前からちょっとこうここの出っ張りで押す感じですね。そして広げて、こう巻いていく。挟んで手前を押して、この薄い方をですね巻くんですけれども、今度は2枚目からここに重なるように、薄い方が上になるようにして、こうやって巻いていきますね。手前をして、3枚目ぐらいからはですね、この薄いところをちょっとこう尖らせるようにするとなおいいですね。こんなような感じにして3枚目を巻きます。で、巻くときにここをこう空気が入るようにして巻いた方がいいですよね。ちょっとこう間を空かせて、はい、4つ目、下はちゃんとこうくっつけていきますね。5つ目、でこれラスト6つ目ですね。で、まあ少しこの下の方をこう押して、でこの下の部分をねこうちょん切ります。そして再度広げて適者練り切りを伸ばしますね。そしてこの葉っぱの抜き方でこう3枚抜きますね。これ葉っぱの抜き方なかったらこう針で葉の形に抜けばいいですね。こういう感じで抜けばいいと思います。ね、これでいいですよね。そして最後にこのつけて、はい、これで、バラの完成です。ありがとうございました。